はい、どうも、たけちです。はい、今回は FIFA ワールドカップ2010南アメリカ大会をちょっと実況してみたいと思います。ちなみにこれはもう本戦ということでね、本戦の他にも予選というものがあったんですけども、予選ちょっとプレイしちゃうと長くなっちゃうのでね、ちょっとまずはこの普通のグループステージでやってみようかなと思います。相手は右上の通りカメルーンです。で、これ予選なのでちょっと結構勝ち負けとか重要になってきますよね。スタジアムはフリーステージスタジアムですね。で、まあ、これ2010バージョン、南アメリカ大会なので2010バージョンなんですけども、どれだっけな、これかな、2010、南アメリカ大会なんですけども、2014バージョンもあるんですけど、それやっちゃうとね、ちょっと、選手の育成とかもかかってくるので、ちょっとめんどくさいなということでね、まずは2010からやろうかなということで。なので、結構、選手、もう古いんですよね。まず監督が岡田監督だし、で、岡田監督がなぜか解説にいますし、でも見ての通り、トゥーリオがいますよね。おかしいですよね。あとは、まあ、配置も微妙におかしいっていう。まあ、あとおかしいのは中村俊輔選手がいますね。はい。あとはそのぐらいでしょうか。あと中澤選手いますね。カメルーンとか勝てないでしょ。江藤とかカメニがいる感じですかね。エニュアマとかソングあたりでしたね。はい。じゃあ始めていきましょう。で、結構顔とかが微妙に違うのが多いかな。まあ、そこ以外は満足できます。やべ。中村俊輔。ほい。早速ゴールですね。で、こういうパフォーマンスがあります。ゴールするとね。あ、で、5分設定にしようので結構短いです。さすが、本田選手。そして中村選手のフォローも素晴らしい。OK。裏を変えた感じですね。ちょっと綺麗なゴールではないんですけども。さあ、2分、ゴール生まれました。あ、1分か。はい、やっていこう。ソング。江藤ね。さあ、ボールを奪う。遠藤入る。本田圭佑。中村俊輔。長友。で、トゥーリオ。田中マルクス。中澤、長谷部と。遠藤、ここですね。本田圭佑。長谷部に戻し。で、ここで遠藤。ああ、ちょっとずれた。縦パス。長谷部。そう、下に回すか。内田パスして。本田。ああ、やっぱダメか。長谷部。まあ、実力的には均衡してると思うので。おっと、なんだ今のヒールパスは。ちょっと違うぞ。入ってるよ。まあ、日本のサッカーはパスサッカーのかな。俺的にはそう思うので、パスサッカーやっていこうかな。まあ、パスサッカーといえば俺はイタリアがすごい好きなんですけども、まあ、最初からイタリアっていうのもあれなんで、自分が生まれた国、日本でね、やっぱり世界一とってもやっぱ体験したかったのでね、ちょっと最初はこれにしました。で、これの他にも、その予選のモードがあると思うので、それ、ちょっとね、やってみたかったんですけども、まあ、まずこれをね、これクイックスタートってモードなんですけども、それをやってね、ちょっと、どんな感じなのかを味わいたかったですね。はい。今、スライディングする必要あるか。岡崎じゃねえ、誰だこいつ。香川か。香川、この時結構、能力的には結構低いんだよね。星50いってませんからね。はい、川島に戻し。テリオ。香川真司。いい感じにパス繋がってますね。OK ですね。岡崎、セカンドトップかな、これは。ポジション的には。さあ、シュート。うわ、外していく。うん、なるほど。今、外していくか、今のは。今決まったかなと思ったんだけども。内田。縦パス一気に岡崎。遠藤、自ら打つか？自ら打った。しかしカメに防がれる。さすがですね。カメルーンもなかなか硬い。さあさあさあ。わあ、カブかかってねえし。ちょっと。中村じゃないのかよ、もうこんなキックは。うわあ、それフリーキックか、でも。ああ。おいおい、ボールがおい。スライディング。お、いいね。おっと。
おっと、まあ今のはファールだよな。今のはファールで試合を止めたと言っても過言ではないな。とととと大丈夫か？本田。遠藤。さあ、遠藤はもう岡崎にパスかな。分かれ。はい、パス。はい、シュート。いや、なんで全部スライディングするんだよ、ほんと。え、ちょ、ちょ、遠藤どうした？遠藤。なんちゅう、ヘッドスライディング。あ、こっちは遠藤なんだよね。さあ、カーブをかけよう。うい、あ、いや、しかもトゥーユだったし。おいおい、ああ。もう1点だったら結構厳しいかも。勝ち点的には3発もらうかもしれないけど、得失点差でちょっと微妙だよね。だからもう1点はもう失い入れない気持ちかな。長谷部、遠藤のロブパス、岡崎ナイス。おっと、ちょっと勝てなチューブができなかったね。さあ、はい、エンド。これコーナーかな？コーナーっていうか、クロス入れますか。ああ、邪魔だよ、雅ってやつ。ああ、やべ。うわ、しくったー。A 連打したら、早速始まってましたね。まあいいでしょう。はいよ。中村俊輔ね。ちょっとダメだな。みんなにガードされている。ちょっと、戻そう。本田、岡崎、シュート。オッケー。ちょっと日本人っぽくねえぞ、これ。ちょっと日本人っぽくねえぞ、これ。いいね、反転からのシュート。そして、股抜き。素晴らしい。2対0ですね。これ、本物の試合だったら、素晴らしいのに、なんでだろう。なんか首振ってるぞ。そう。いや、もうこういうのやだ、こういうのもう。おい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 。オッケー、ホンダ、ナイス。中村俊輔、危ない。ナイス、長友。出るよ。長谷部に回り、遠藤。いいね、本田。岡崎1。しかし、前がいないから1回戻す。そして、本田に回したい。無理か。マクーに迫られたな。ノノノノ、ちょっと遠藤のパスミス。ちょっとな。さあ、岡崎拾え。よーし。今の、いい感じの体育ですよ。長友に戻して、いるか、池に立てます。あ、かかじゃねえよ。あ、ちょっとそこか。そっちか。ちょっと仲間同士の交錯はよろしくないぞ。さすがカメに。あ、なんかカメラがずれてる。あ、ちょうど終わった。はい、まあそういうことでね、前半終了しました。ちょっと録画時間が微妙だな。ちょっとこれは止めるか、一回。録画時間微妙なんで一回止めますね。はい、ということで、これ本題ですよ、これ。今のが本題ですよ。今こういう感じで前半は終了しました。2対0ですね。まあ、誰のゴールだっけ？本田と岡崎のゴールかな。で、2点。あ、ずれてる、ずれてる、めちゃずれてる。はい、ということで、ちょっとカメラが壊れるんで。はい、ということでね、まあ、後半やっていきます。そして1回動画を切ります。まあ、そういうことでね、まあ、これからも様々な実況をやっていけたらいいなと思っております。BO2 とかね。最近回線が悪いんで、ちょっと微妙なんですけども。まあ、あと、プロ野球スピリッツもね、なかなかできてないんですけど、やろうと思います。で、まあ、サッカーも実況していけたらなと思ってます。まあ、ぼちぼちやっていくので、皆さん見てください。まあ、そういうことで、今回もご視聴ありがとうございました。まあ、次回もよろしくお願いします。それじゃあ、バイバイ。